じゃあ次、このタイプ、激戦区。一番参加人数多いんで、もう、めちゃくちゃっすよ。普通は勝ちに行くんで。うん。ちょっと待って。ふざけてる。ふざけた。ちょっと、ふざけてる。これは、あの人ですよね。ちょっと、審議入る。審議入りそう。まず、二段進化目、タグキポケモンの、グッキータです。グッキータ。もう歯茎しかなっちゃう、前に。で、タイプ炎さんで、で、まあ、モチーフが、まあ、鏡の中を。でしょうね。顔がそうだ、まんまやん。で、最初進化、角刈りーター。角刈りポケモン。うん、で、タイプ炎、フェアリータイプですね。フェアリーフェアリーちょっと怪獣っぽいごっつい見た目してるんですけど、まあ、タイプはフェアリーです、ね。ちょっと癒し。そうですね、あの、なんといってもファンシーな歯茎を持ってるので、ここでフェアリーなんや。で、まあ、モチーフは変わらず、角刈りの中を。なるほど。これは何、ワニなの、一応。恐竜ワニから、まあ、恐竜になりますね、まあ、怪獣。角刈りという名の怪獣。怪獣なのに、モンスター。だけど、タイプはフェアリータイプで、固有技のファンシーファングって技を覚えます。物理タイプのフェアリー技、威力60の命中100。攻撃した時に、相手の攻撃ランクを 100% ダウンさせます。で、あと、噛みつぶ系の技は大抵で覚えます。噛みついてくる。噛みついてくる。あと、パックバールとかも覚えます。これ、角刈りなんよね、一応。角刈りです。頭が四角くなってるんで、これ、頭角刈りです。顔一緒やね。骨格はずっと上。長くとかならんの。いいね、ちょっと顔が変わっただけ。この唯一使ってる黄色は何なの？まあ、あのホゲータの髪の毛の部分が、うん、まああれになってる。あそこからなんか火が出てくるとか。本当変わんないもん。何もない。この技は何なんですか？なんか覚えます。この技、炎の牙とか。解放者とか。ハム系ね、やっぱ。解放者も一応覚えますけど、こいつ一応物理型のポケモンなんで。じゃあ炎の牙とか。炎の牙が、でも、動きちょっと遅いんで、フレアドライブはちょっと覚えられない。覚えられない。なんで炎の物理技一番威力高いのが多分炎の牙になっちゃうかもしれないんですよ。で、その代わり、光技はじゃれつくとかもちゃんと覚えるんで。じゃれつく覚えたところで。いやな。ちょっと、じゃれつかないんで。ファンシーファングがあるんで。あと技範囲は、決まりかし広い。地震も覚えたりとか、岩なだれも覚えますし、硬くなるとかも覚えるんで。適当になったね。いや、適当ではないし、見た瞬間にもこれ思いついたんで、あの、ボタン系発表された時に、バイオレット・スカーレットの EV 出た瞬間に、長尾にしか見えなくて、あれが。で、アオリンゴさんに聞いても、長田さんに聞いても、めっちゃ長尾に撮れてたんで、でも長尾に進化するんじゃないかって。いや、もう、それならしょうがねえわ。これです。おぉ、ごっついっす。あれ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 これ、あれちょっと。めっちゃ俺これ自信あるんやて。進化した感じに見えん？ちょっと、これ、新規入りません？いきますよ。あれ？見たことありますよね、これ。前回の。あれ？まあ、名前は、はい、ボルゲータ。ボルカニックアリゲーター。とりあえずじゃあモチーフ言いますわ。ワニと、火山と、相撲です。こんな感じ、相撲ですね。見てください、このホゲータのお腹の。はいはいはい。ヒバニーにもありますよね。ありましたね。はい。あの時は俺、なんか足の裏でバッテになるとか言ってましたけど、はい、その時に、TKB さんは、ちょっとなんか、はい。何になりましたか？あれなんか回しになるって言ってそう、ヒバの海。はい、ヒバの海。今回私使わせてもらいました。あれちょっと。これ、はい。相撲取りになります。なるほど。なるほど。もうこれ見たら俺もう回しにしかならんかった。これは回しになるわ。あ、なるほど、うん。タイプは炎と、めっちゃ悩んだよ、格闘と。はい、めっちゃ格闘っぽいっすね。長田が炎は格闘の宿命から逃れられるって言っとって、人になると思ったんやけど、はい、岩になった。岩。ちょっと母さんも。はい、炎、岩。なんで炎、岩ってクソザコやん。クソザコ。やけど、今までさ、ライバルってさ、はい、こっちが弱点のタイプでやってきとったけどさ、はい、前回ぐらいからライバルがさ、ああ、こっちに弱い。弱いやつになったもんで、炎にもう岩とか地面とかつけれるようになったわけよ。はい、いやもんで、岩いくかな、はい。ライバルに強くても多分対戦環境ではちょっと厳しいかもしれない。地面4倍、水4倍。
まあ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 で、まあ夢特性は思考不明です。はい、自分の HP が2分の1以下になると、はい、一旦経過ごとに攻撃と防御が1段階上昇してきます。おお、だいぶ使いづらいですね。弱点が多いんで耐える前に分担されないですから。助けませんね。こういう技は清めの噴煙、はい、清め、この塩巻いとる、この相撲取りが、はいはい、炎の塩、マグマのやべえやないですか。やべえやないですか。塩巻いとるんですよ。清めます、これで、はい、で、どうなるんですか。全体に80ダメージ。おーおー。そのターン、自分は状態異常になりません。あ、そのターンですか。そのターンです。清めたターンになるのに。そのターンなんで、先制で打たんと意味なくないですか。高校で打ったらそのまま終わっちゃいますよ。で、例えば、相手の方が速くて、ね、自分遅かったらもう終わっちゃう。いたずら心とかで先に状態異常されたら、まあまあまあ、でも先生の爪持たせるとか。それかトリックルーム先に貼っといて確定で先生で動けるようにした方がよくない。あ、素早さが度数値がいくつか分かんないですけど、微妙に80とかやとちょっときついかもしれない。いや、60ぐらい。お前バカにするな。で、まあ頭火山になってます。これ噴火覚えます。あ、で、火山物理型なのに噴火覚えますか。はい。噴火覚えわけないやん。覚えるわけないんで。で、まあ書き方わからんけど、これ一応曲げになってます。おお。で、バッテンはここについてます。あ、はい、どうですか。あ、バッテンね。そう、あ、どう。なかなかいいと思いますけど、いいっす、ね、強いか弱いかで言ったら多分弱いと思います。相撲取りっていうのはなかなか面白い発想ですね、火山と。あ、で、これ2個目なんやけど、中間進化はあ、これなんですけど、こいつでホゲータって、もう俺最初マジでリンゴワニポケモンやと思ってて、はい、でもリンゴじゃないらしいやん、リンゴなの。リンゴじゃないんすか。リンゴのサナギみたいな、2段階目サナギっぽくなるやん、はい、で、名前が、あの、モエリン。前回聞いたことあるな。モエピョン、モエウサギポケモン、モエピョン、はい、こっちはモエリンゴポケモン、モエリン。で、リンゴからスモートになる。そう、一回ここで、あの、炎草タイプ初めてなんですか。そう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 、めちゃイカつくなりましたね。なんで繋がりないですか。ワニ、リンゴ、スモートリ。はい、炎の最終進化は、まず名前がホゲッタブル。ホゲッタブル。まあ、ちょっとホゲータとアンタッチャブルをちょっとホゲッタブル、うん、タルップルみたいな。あ、そう、アップルも加えてるんですけど、うん、これリンゴ、リンゴのタトゥー。そうなんですよ。これ模様なの。模様なんですよ。反対側にもこの模様。そう、反対側におしゃれで、向こうにはグリーンアップル、そう、青リンゴをちょっと向こう側に書いてあるんですけど、まあ、タイプは炎、岩、岩、おいしい。まさか、まさかのポチモさんと一緒になっちゃうっていう。特性モーカで夢特性が鋭い牙。まあちょっとね。鋭い牙。牙以外にもいろいろあるやん。鋭い牙って持つものになくない。あったっけ。じゃあ、なんかそう、かぶりまくりじゃない。グライガーがグライオンになるために必要な道具ですね。こういう技がシャインフレイム。はいはいはい、まあ、ちょっとかっこいいね。太陽の炎、はい、太陽の炎で、まあ、ちょっとモチーフがワニとデゴサウルスか、アンキロサウルスみたいなをイメージして、ホゲータの最初に、まあ、ちょっとリンゴのツルみたいななんかあったじゃないですか。あれが、まあ、要はデゴサウルス の、 あの背びれっていうかね、あれになってるっていう。で、まあ、そこから高温の、ね、エネルギーを吸収して、あ、ここから吸収する。そう、ここで太陽、まあ、太陽光みたいな、へー、面白い設定だね。そう、やろ。あ、山で植物みたいに。そう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 、これが最初めっちゃちっちゃいんですけど、溜まるとこれがボカンと起きる、うん、っていう設定。面白い設定だね。で、まあ、威力は120で強い。ただ命中が75なんで、ね、まあちょっとね、まあ、大文字大文字よりも威力低くて、大文字よりも威力ちょっと高い、はい、で、まあ一応確率で、まあ、10% で焼けるとには多いんですけど、さっきリンゴじゃないっていうのを聞いてちょっとめっちゃ不安になっちゃったんですけど、まあリンゴをモチーフにしたと思ってたんで、リンゴとワニで、いや絶対なんかリンゴある来ると思うよ。やっぱり来ますよ、リンゴよ。そう、リンゴがピョンって生えてるか、まあなんかね、リンゴが多分ボンって出てるはずなんで、これ結構めちゃ自信ありますよ、個人的に。目は星なんですね。目星なんですよ、キラーなんです。なんで星だろ、わかんない。まあちょっとつぶらな瞳からちょっとね、ワイルドさを、ね、出したかったんで、背びれからエネルギーを吸収
して口からボカン。これは基本的には特殊系なんですけど、ただ一応ねこの尻尾がね、あのちょっと硬い物質でできてるので、ね、岩の物質なのあ、そう、岩要素全くないやつ。そう、あのちょっと尻尾がやばいんで、尻尾が岩なだけなの岩技は覚えないの。岩技はね、あの岩手だけは覚えます。格闘技じゃねえそれ。じゃあ昔の秘伝使いにはそう、これ持ってこいですよね。使えても覚えれない。覚えれない。岩石封じはギリ覚えれますね。尻尾で岩石を五感で飛ばすんで。パワージェムは？パワージェム可愛いんだね。岩の特殊技。そうなの。覚えないです。はい、こちらです。これペヤングさんですか。これペヤングさんです。なんかあれっすね、アグナコトル。そう、アグナコトルっぽいよね。なんかナイギャング、ヤング、ヤング、ヤングできたか。なんかホゲータ、ホゲーってするの、はい、グレータ、おーグレータ、グレートレ、グレてギャングになった。なるほど。タイプ炎、悪、ガオガエ、ガオガエで、モチーフがスピノサウルス。お、ちょっとちょっとステロサウルス、恐竜で、夢特性ババンシー。相手に連続して技を割れた時、技の威力が2回目は 1.3 倍、3回目以降は 1.5 倍とか、変化技を挟む、技が外れるフィルムなどをした時点で元の威力で戻る。違う技でもいいってことかな。多いね。とりあえず相手に当てれば、うん、こだわり系とか直器とか持たして使うとだいぶ主流になりそうやね、うん、特性でいくと。固有技が爆熱の牙、このタイプで命中95、20%火傷でひるませる。炎の牙の上位互換技、悪くなるのはもうワルビアル系統でなのでないかもしれないと言っております。で、一応種族値配分が H105、A120、B95、C83、D83、44 めっちゃ速そうやん。遅くはなさそうよね、はい、二足歩行になってこういう A が120あるんで、あれですね、トリックルーム貼ってからならだいぶ暴れれそうですね。このリンゴのヘタの部分はトサカっぽくなったんで、グレトル、なんか昔のバンドマン的な、はい、この俺が回しになったやつはブラジャー。どういうブラジャーっすね。フォックが外れ、上のとこ外れてますから。外れちゃってますね。テンシティブですね。あ、だからスライドちょっと遅いんかな。そこにちょっと、ここでした。ずれないように。ちょっと、そういうこと？動き合わせすごく。はい、永田リーダーです。おぉ、2段階目可愛いよね、そう。そうなんや。伴奏。絆創膏？絆創膏？え、これ怪我してないですか？この手は今ちょっと涙目じゃないですけど。ああサナギやん、これが。だから俺が言っとる。お、背中から生えてくるのがもう怪我中みたいな。そういうことか。長田のメモによると名前がアバレーター。炎、電気、電気で、モチーフスピノサウルス、モレラドン、モレラドン、ベルトラニ、新種の恐竜、スピノサウルスなんで、ペアムと同じ。全く一緒なんで、俺以外みんな恐竜系やん。そうですね、自分も恐竜です。ステゴサウルス、アンキロサウルス、ティラノサウルス、恐竜なのこれ。逆に恐竜じゃなかったらちょっとポチョンさん一強やないですか。夢特性、静電気。電気タイプはどこで入るんやろうね。3段階目で入るんですか。3段階目ですね。ここからやっぱ電気で来る。しかもあれやないですか、足。本当に足の裏にも、足の裏、シップがバッテンもあるよ、お腹に。凹凸で。そう、ヒバニーの。まるで、絆創膏もあるし。かっこいいですね、これ。こういう技？火山雷。火山雷。炎、威力95、命中95。技のタイプと電気タイプの2つの組み合わせでダメージを計算する。やれ、水タイプと電気タイプやったら倍になるってことやね。あれ、フライングプレスと一緒じゃないの？飛行と格闘技、ノー技2つタイプにくれたしか。あ、俺が前説明したバニコットの飛行と炎の技って言ってたやつと同じ感じ。じゃないですかね。2つの電気炎技ってことをやめた。水タイプに打った場合が、炎で半減、電気で倍やで。いや、当倍。当倍。でも、火山雷炎やれ、どの道は、あれなんだ。
ちょっと長谷屋に聞かないとわからないですね。ちょっと難しいっすね。ちょっとこれ聞くこと多くない？これ2個目は何？キノコなの？2個目何があったか知りたいですよね。タケトピ、タケトピだ。これ回転しそうじゃないですか。じゃあ飛行タイプ入ってる可能性あるこいつの顔ジャブ。じゃあ次カスガレの長尾行きましょうか。ちょっとダコですね。初参戦こちらです。ドラゴンドラゴンドラゴン炎炎炎ドラゴン。あいつそこでポイント稼いできやがった。めちゃ強くない？炎ドラゴンは怪獣たすぎザード丸二宝竜宝竜。情報はこれだけです。でドラゴンとはまた斬新ですね。羽生えとるね。ガッツリ羽生えてますね。中尾にしてはまあ、うん、思っとった、うん、なまさかデジタルで来るとは思わなかった。そうですね。なんかもっとなんか落書きみたいなので来ると思ったら自分の自画像鏡みたいな感じがいいものをちょっとカッコつけてドラゴンをつけましたね。まあ、あいつもドラゴンになりたいって思いますね。羽生えとるって言うと誰もまだ羽生やしてないって、うん。じゃあラストちょっと、はい、超大本命大鳥っすね。プロイラストレータードラゴン川崎のこちらです。はい、はい、さすがドラゴン。さすが多分エトっていう あれも意識してしっかりそさも捉えたの。ヘビーだった。手がだんだん退化してって あでも羽生えてますよ。羽なんだこれ。羽じゃないですか。めっちゃ顔リザードになってますね。であのポチモさんの回しがなんか増えてってます、ね。あ後ろも尻尾も増えてる。3個になってるやん。2になって3で あと2、3、5になってるのか。焦げたらこれが増えてったって感じだと思う。これは多分ヘビでいいよね。ヘビでいい。これしかないです。え名前決めていいって言われたんで俺がちょっと決めますね。はい、じゃあこいつはヘビカイマン。タイプは炎単体です。炎単体です。なんかモンスターボール見えてきたんで俺。それめっちゃわかります。あの腹ヘビカイマンの腹のモンスターボール。はい。ということでどうでした。いや皆さんクオリティが思った以上に高くて。水が結構みんな被ってるんで。みんな被ってましたね。海賊になるのか船長になるのか海軍になるのかその辺で。水悪っていうのはなんか予想が多かったですね。でもエトっていう系列で持ってきたのがドラゴンだけなんで。あヘビできたらまあドラゴンの勝ちってことですね。ヘビカイマン。そのまんま。結果は半年後ぐらいじゃないですかね。多分そのぐらい見ていますね。で当てた人がまあスペシャリスト。スペシャリスト。また永田さんは前回みたいに何も当たらんっていう。かすりもしんあの永田さんを見てみたいと思います。じゃあ次のポケモン動画まで、はい、バイバイ。バイバイ。